こんにちは、福山一恵です。私は今カウンセラーの先生から処方され本のカウンセリング有料30分5000円で受けています。その目的は、何度も何度も繰り返し読むことによって潜在意識の書き換えをして波動を上げているんです。ハモルヨリヤキさんの本3冊目のカウンセリングが終わりました。1冊目が振動の心、日本人の美しい暮らし方、2冊目が振動と日本人、3冊目が今まだ読んでいます、この振動おふくろの味、噛みしめて知る物事の趣の味わい、真実の生き方を求めて、私は今朝起きてこの振動おふくろの味の本を一番最初に10分間読んでいます。そしてその次にこの先生もおすすめのナポレオンヒルさんの悪魔を出し抜けという本を10分間読んでいます。まあこういう中身はこういう悪魔とナポレオンヒルさんの漫画が書いてあって会話を交わしているというような本なんですけど、そしてこういうふうに先生が赤線で大切だと思ったところにそれを写しながらおしゃべりしながら進めていっています。またこの本もブログの方で紹介していますので、よかったら読んでみてくださいね。下の説明欄にリンクを貼っておきます。そして3冊目の本がこの YouTube の本、世界に優しいブログと YouTube の教科書1年生染谷正俊さんの本を10分間読んでいます。次回は7月からカウンセリングを受けていく本のご紹介をしたいと思います。お楽しみに。それではまた。